今回は JR 四国の運営する観光列車四国土佐時の夜明け物語の乗車体験をご紹介します。乗車するのは土山線久保川駅から高知駅までを約2時間40分で運行する開花のショーです。列車は日本の激動の時代をテーマにした2両の列車で編成されており、その2両は幕末の歴史を象徴する1号車黒船、新しい時代の夜明けを連想させる2号車空船とそれぞれ名付けられています。1号車のデザインは仲間と志を語りながら大会を行く蒸気船をモチーフにし、19世紀の芸術を想起させるデザインで、2号車のデザインは大空のその先宇宙空間に広がる未来への夢をコンセプトに、空想科学上の宇宙船をイメージしています。列車の運行は15時13分に最後の清流で有名な四万十川がある久保川駅を出発、途中の停車駅では地元の方々の心のこもったさまざまな歓迎イベントを受け、夕日の沈む広大な太平洋や仁淀ブルーで有名な仁淀川、現存中に天守の残る高知城をのんびりと車窓から眺めながら、さらに事前注文すれば地元の素材を使った美味しいお弁当などもいただき、17時53分に高知駅に到着するスケジュールです。また NHK 朝のドラマで牧野富太郎博士が取り上げられ、脚光を浴びている高知県ですが、その牧野富太郎博士生誕の地である酒場駅では博士が愛したコーヒーがいただけます。そんな魅力ある観光列車の旅をぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この動画が高知観光を計画されている方に少しでも参考になれば幸いです。このチャンネルは旅をテーマに動画を作成しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは旅の始まりです。時の夜明け、すなわち時代が大きく変わった文明開化から言葉を取り、開化の章と名付けました。走行中には土佐の歴史や文化、沿線の見どころをご紹介してまいります。車窓の景色と合わせてお楽しみください。続いて
この建物は1936年に創業を始めた白石工業自社工場です。工場では炭酸カルシウムを製造しています。不便そうな山肌に建てられていますが、自然の傾斜や谷間を通す風をうまく利用し、省エネの工夫がなされています。なんか巻き出しのものだから、山に囲まれ、昼と夜の寒暖差が激しい気候を利用し、昔からトマトの露地栽培が盛んでしたが、そのトマトの栽培を改良し、1983年に誕生したのがシュガートマトです。平均的なイチゴと同じかそれ以上の甘さが、このシュガートマトを使い、みなか村オムライス街道の取り組みが始まりました。有名になりました。その水
Thank you.
りに近づいてきましたが、内容はいかがでしたでしょうか。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また高知のおすすめ観光地や美味しいものなどがあればコメントで教えていただけると幸いです。今後も旅をテーマに動画を作成していきます。また次の動画でお会いできるようお待ちしています。